集まってもらったのはここではない。サーティーアーズのミュージックビデオを作るぞ。みんな何か提案はないかな。ないですかね。難しいですね。やっぱり演奏シーンは欲しいですよね。そうっすね。ガルヘル感出すんやったらグランドキャニオンとかええんちゃいます。グランドキャニオンって日本にありますか。いやそれ現実的に撮影とかきついんじゃないですかね。なんとかなるわな。バルヘルやで。いやー俺たちサテライトウォリアーズは予算なんかねえんだよ。無理だから。クロマキーでできんじゃないですかね。グランドキャニオン。合成そんなんできんの。どうってかどうやってやるのよ。社内の言うと異なる背景色を要するが、ソフト的に切り替えができるので、可能じゃないかと思います。曲を聴いていただくだけじゃなく、動画によるユーザーエクスペリエンスを向上させて、エンゲージメントを高める。で、これをコンバージョンにつなげるということができると、サステイナブルな動画になるんじゃないかと思います。で、これで、バルヘルのクリエイティビティを示せるというところが狙いと思います。で、背景は、ビンシートでやると思ってます。なるほどね。まあ、なんかいけそうな気がするね。みんなどうよ。ああ、それなら、いけるんじゃないですかね。まあ、ええんちゃいます？いいっすか？グッジョブ！よし！じゃあ反対意見もないみたいだからクロマキーで作ってみっかな！ね！じゃあまあ作成は提案者のレイジ君よろしく。っていう感じですか。そうそう。緑っていうかこの青の中にいると映る。やっぱりそうですね。はい。今は私は青の外に行ってばいい。そうそうそう。いいところだった。作戦会議室へ お集まりください。よし、ついにできたか。じゃあ行くかな。はっ。トシ君最近どういうあの新しいブラックウォーリアーかなんかいう惑星は。なかなか厳しい。ブラック、やっぱお待たせお待たせ遅いっすよ。いやマジもう頑張ってきたよ。もう瞬間移動使っちゃったよ。いやあれあれ君は知ってる。デスマ軍の基地で破壊活動です。デスマ軍、デスマ軍知ってる。いや、わからないっすね。あー、なかなかブラックなところだよね。やった。あー、まあじゃあしょうがねえな。君抜きで MV の確認するか。じゃあレイジ君、ちょっと見せてもらっていいですかね。お待たせいたしました。これです。おお、
透けてんねんけど、シンバル。なんかいろいろと見えてるものが。あら、あちゃー、ほら、ほらあかんな。ゴーツ！グランドキャニオンっぽいけど。どうしよう、乗るこれ。いやちょっとこれはまああえてコメントは控えさせていただきます。そうなっちゃう。これはいやズレトンガのドラムはやっぱりこの点滅してるのが気になりますな。下のバスドラのところが、水でっかみたいな。そうですね、キャッキャそんなもんな。重なっとるやん。いろいろダブトシ君、トシ君いじられたもんね、これ。いろいろダブってなんかすごい見にくい見にくい画面になってますね。出てるってどう？もうちょっとなんというか見栄えがよくしてくれると嬉しいなっていうのがありますよね。リーダーこんなんでええんすか？あれ？いない。ドラムスオリアタケ。いや、言ってもそんな悪くないっしょ、コウさん。ベースオリア、コウ。トシ。いや、すいません、今ちょっと行けないんですよ。ギターウォーリアー誠。ちっちゃーギターウォーリアーレイジ。あー、スーバス16ビート。あプレジデントに勝てると思ったか。作り直し。はい、そんなわけで、ミュージックビデオ30 years を、ちょっと挑戦したんですけど、見事に失敗したという。はい、申し訳ないですね。あと、なんで失敗したのかなっていうのを、まあ、作成者のレイさん、俳句で言うと。俳句で。そうなのか。色が抜けないビニールシート。あ、はい、グラグラしてますね。はい、そんなわけで、動画なんでしたね、あのボス作品、ボス作品再び確かこれもう一回小学校に卒業しようとして、買うもの間違えました。間に合いませんでした。ね、まあこんな感じでグダグダで、で急遽、まあね、今この動画を作成してたんですけど、どうしたの、マコトさん、初の寸劇ごめんなさい動画。これはこれでいいけどね。イエーイ。はい、こう総括お願いします。
そうか。はい、今の俳句について、今の俳句について、ブルーシートを真ん中に持ってくればよかったかなって。